こんにちは、北野真です。よろしくお願いします。ありがとうございます。結構、歌とかダンスとかお芝居すべてにリズム感すごい大事で、歌だったらやっぱりその曲に合わせて歌うっていうことと、まあ、ダンスだったらここにはめるみたいな、そういう感じでリズム感って結構大事なんですけど、もちろんお芝居でもなんか相手が喋り終わった瞬間に喋るみたいな、そこのリズム感とか結構大事になってきてて、で、歌の先生に、しんくんはリズム感をまず大事にしてくれって言われて、リズム感練習するためになんかあれですね、タンバリンとかマラカスとかあれを使ってちょっとリズム取りながら歌ってみてみたいな感じでやるんですけど、僕基本練習するときカラオケ行くんですけど、結構一人カラオケって結構いまだになんていうか恥ずかしいみたいな風潮があるわけじゃないですか。その中で僕カラオケルームで一人でタンバリン叩きながら歌ってて、皆さん人からへの偏見をなくしていきましょうっていう話でございました。はい、それでは聴いてください、それでは聴いてくださいマスカラ。もうやめ